こんにちは。今日はボルドーの格付けの聞き流し動画です。まずはネドットを作ってみました。お役に立てれば嬉しいです。それではゆっくりしていてね。メドック地区の格付けは1級から5級で合計61シャトー。これは1855年のパリ万博のために作られたんだよね。そうだね。皇帝ナポレオン3世の要請でボルドーの商工会議所が作ったものだよ。これはシャトー、つまり生産者に対する格付けだね。1855年から変わらないの？基本的には変わっていないけど、1973年にムートン・ロートシルトが2級から1級に昇格したこと、1976年にはムートン・バロン・フィリップの名前がダルマイアップに変わっている。その他にも相続や分割があって、格付け当初は57シャトーだったものが現在は61シャトーになっているよ。なるほどね。じゃあ早速見ていこう。各級の村ごとに読み上げるよ。マルゴーとオーメドックは地区名と村の名前両方出てくるから気をつけてね。まずは5級サンキエム・グランクユ、全部で18シャトー。ポイヤックは12シャトー。ボンテカネ、バタイ、オーバタイ、グランピー・ラコスト、グランピー・リカス、ダンシバージュ、ダンシムーサ、ダルマイヤック、オーバージュ・リベラル、ペデスクロー、クレール・ミロン、クロワゼ・バージュ。オーメドックにはサンローランに2つ、マコーに1つ。サンローランにはベルグラーブ、カマンサック、マコーにはカントメルル、マルゴーにはラバルドとアルサックに1つずつ。ラバルドにはドーザック、アルサックにはテルタル、サンテステフには1つだけ。コスラバリー。バッチリだね。次は4級に行こう。4級はカトリエム・グランクユ、全部で10シャトー。サン・ジュリアンに4つ、サン・ピエール、パルボ、ブラネ・エルリキリュ、レイシベル。マルゴーはカントナックに2つ、マルゴーに1つ。カントナックにはプーゼ、ペリレリシーヌ、マルゴーにはマルキドテルム、ポイアックに1つ、ギュアール・ミロン・ロットシルト、オーメドックはサン・ローランに1つ、ラプール・カルネ、サンテステフも1つ、ラフォン・ロシェ。どんどん行こう。次は3級。3級はトロワジエム・グランクユ、全部で14シャトーだね。マルゴーが一番多くて10シャトー。カントナックに6つ、マルゴーに3つ、ラバルドに1つ。じゃあまずカントナックの6シャトー。キルバン、ディサン、ボイド・カントナック、カントナック・ブラウン、ファルネ、デス・ミライユ。マルゴーの3つ、マレスコ・サンテグジペリ、ペリエール、マルキ・ダレーム・ベッカ、ラバルドの1つ、ディスクール、サン・ジュリアンに2つ、ラグランジュ、ランボア・バルトン、オーメドックはユドンに1つ、ララギューヌ、サンテステフも1つ、カロン・セキュール。あとちょっとだね。次は2級。2級はデュジエム・ブランクユ、全部で14シャトー。サン・ジュリアンに5つ、レオビル・ラスカーズ、レオビル・ポワヘレ、レオビル・バルトン、ディリー・オラ・ローズ、ピキリ・ボカイエ。マルゴーはマルゴーに4つ、カントナックに1つ。マルゴーの4つはロザン・セブラ、ロザン・ガシー、ビルフォール・ビバン、ラスコンブ。カントナックはブラウン・カントナック、ポイアックに2つ、ピション・ロング・ギル・バロン、ピション・ロング・ギル・コンテス・ドラランド、サンテ・ステフに2つ、コス・デ・ストゥルネル、モン・ローズ。あと一息。次は憧れの1級だ。1級はプルミエ・ブランクユ、夢の5大シャトーだね。ポイアックに3つ、ラトゥール、ラフィット・ロットシルト、ムートン・ロットシルト、マルゴーのマルゴー、唯一のペサック地区、オーブリオン。やった、全部言ったよ。よく頑張ったね。この調子で頑張ろう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入ってもらえたらチャンネル登録や高評価をお願いします。リクエストやコメントもいただけると嬉しいです。それではさらば。